皆さんこんにちは、マットです。さあですね、今日はですね、なんとワークマンさんのキャンプウェアの記者発表会ですね。もう本当にガチのメディアさんがいるところにお邪魔してるんですが、今回はすごくね、お久しぶりの方ご登場していただこうかなと思います。お久しぶりです。お久しぶりです。ワークマン非公認アンバサダーのボッチです。あれ、非公認なのに今日どうしたんですか。すいません、ちょっと今日はわけあって。あれ、本当に2018年の北海道ツーリング以来です。あの、北海道以来で、カウシュベース行きましたね。気になる方はぜひ動画上がってるんで。マットさんが倒れそうなところを私が助けたと。その動画はあのボチさんの方で模様が、僕の方はね、動画撮ってなかったんですね、あれ。はい、ということで今日はちょっとキャンプといえばボチさんなんで。はい、そうですね、ワークマンの新しい新作発表会で、キャンプギアがメインということで、ちょっとね、はい、見ていきたいと思います。それでは行ってきましょう。はい、行きましょう。実は今日ですね、いつもヤングマシンで動画撮影のお仕事をさせていただいているあのライターの大谷雄一さんのお誘いで、今日は記者発表会の場に侵入させていただいております。今回2月22日に、ワークマンのキャンプギアが発表になりました。で、せっかくなんですけど、マットさん見てもらおうかなと思って一緒に行きました。大谷さん、ありがとうございます。とんでもないです。ちょっとね、はいはい、気になるんですよ、安い価格で、はいはい、キャンプウェアを揃えるという。あ、いいですね。エントリー層向けに、そうですね、やっぱり作りたいなと思いました。キャンプってやっぱりちょっとハードル高い、はい、うんじゃないですか。値段的にも何を揃えたらいいかわからないっていう、その辺がわかるといいのかなと思います。すいません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで記者発表が終わりましたので、キャンピングエリアに潜入していきたいと思いますが、ガチですよ。いやー、すごい、これは本格的に取り組んできましたね。なんかこのアンバサダーの人たちがインスタ映えを撮るスポットも用意されていて、この中で入って桜が舞い散ってね、動画を撮れるらしいんですけど、僕は撮りません。さあ、ボッチさん早速見てますね。あ、どうも。どうですか。なかなか興味津々のアイテムがいっぱいですよ。てか予想以上にすごくて、そうそう、ちょっとびっくりしてます。こんな出してきたんだっていうね。シュラフ、そういう大きなメインのものかなと思ってたんですけど、細かいところまで揃ってるから、これはワークマンで一式揃う、この品揃えっていうのがびっくりですね。おじさん、ちょっと僕の方の企画で今年やれたらやりたいなと思ってるのが、キャンプ道具高いじゃないですか。高い、非常に高い。2キュッパで揃えられないかな。2980円。いやいや、29,800円ですね。29,800円でキャンプツーリング、まあバッグはちょっと高いので、ちょっとバッグは抜いて、シートバッグは抜いて、もうあのテントとかのもので、キャンプギアメインですね。なので値段が安いね、ワークマンさんのギアならいけんじゃないかっていう。なるほど、了解です。ちょっと見繕ってみましょうか。バイク向けのブースがあるらしいので歩いていきましょう。あ、ありましたよ、バイク。ちゃんとこのバイクに寄せてきてるところが、なんか最近ちょっとやばいよね。待って、安くない、この値段でテントが買える。まあ、タープは初心者の人いります。いや、初心者の人はタープは難しいので、貼るのがね、うん、なので今回はタープはなしにしましょう。 OK。 でと、シュラフ、ブルー、ここに載ってるのはそれだけなんですけども、他にもまだね、いっぱい揃ってない。テントとシュラフでも結構いい値段いきそうなんだけど。そうですね、テントが9800円、シュラフが7800円。テーブルでも欲しいですよね。980円、安っ。980円でテーブルが買えちゃう。あ、まだ1万円分余裕がある。あの、メインになるので、メインになるテントとシュラフ、テーブルで2万円切ってるんですよ、この価格です。あの、ワークマン非アンバサダーのボッチさんが侵入してるっていうね、公式発表会で。危ないよ。いや、いつも見てますよ、あのシリーズ、ワークマン非公式アンバサダーシリーズ、シリーズ来てますから。今の9800円のこれだ、同じ。ちょっとボッチさんに感想を聞きたいです。重量 2.3kg。 あ、そんな重くない、うん、全然大丈夫。
バイクでも余裕で、収納時、まあ、バイクでキャンプ行くには大事な要素ですけど、収納サイズが直径16センチ、長さが42センチ、42センチだからキャンピングシートバッグ2にも入る。入ります、うん、中はね、高さはそんなにない、こんな感じ、わかるかな。なるほど、うん、高さはね、まあ、座高高めの私が座っても、まあ、頭にはね、お余裕があるんで、広い、ね、寝る分には横幅がある、結構だからヘルメットとか、ヘルメット、うん、バッグとか置いてもこれ余裕で寝れる。あれちょっと待って、これ下なんか見てない。あー、マットがある。このエアマットがいい。このエアマットも、いや、エアマットないとこれはね。あ、でもすごい反発があって、ちょっと固め、まあエアマットだから、あ、いい、いい、うん、すごいいい反発がある。マットの値段書いてある。2900円。安っ。横幅が広いからすごいなんか居心地がいいですね。そう、エアマット、エアマットは必須ですね。これプラスエアマット2900円。まだ買える、21,480円。なんだけど圧縮できる袋、バックルちゃんとついてる、うん、だからあと俺なんかはモンベルのダウンハガーは圧縮するやつを別途買ってるから、これはセットになってるから、体感がコンフォートが4度、リミテッドがマイナス1度。結構ちゃんと、まあ、冬キャンはきついかもしれないけど、冬キャンはきついな。秋ぐらいまでだったら全然いけるね。いけますね。夏は暑いぐらいですね。そうですね、夏は暑い。もうちょっとここは抑えられるかなって思う、時期によって、うん、安いやつも他にありますからね、うん、これ結構いいタイプのシュラフでこの値段ですからね。オートドックスって、まあ、よくあるタイプですね。はいはい。これが2500円。この辺はな、アマゾンでもいっぱいあるけど、まだ25000円切ってます。まだ小物買えますね。この椅子を使わないとこっちの方がいいかな。うん、高さがある方がこの椅子の場合はいいですね。ちっちゃいテーブルだったらあれですけど、これに980円を引いて、うん、こっちのテーブルにしようかな、うん、1900円。使いやすいですからね。24900円。おで、このね、ポール、ああ、スタンド、これはね、ライトスタンドありだと思うんですよ、うん、このテーブル使うんだったら。で、27800円。まだいける、まだいける。ライト、ライトが、これが2900円。これでもいいやつですからね、虫余計のやつがある。あ、超えちゃった、3万超えちゃった。だからライトがあれですね、パワー超えちゃった、うん、このライトモバブにもなるしってさっき説明してもらったんですけど、おそらく通常このこういう状態ですよね。おそらく通常この状態で、はいはいはい、うん、2段階1、2で点滅なんだけど、通常のライトと違うのはこの虫がね。いや、僕あんまり夏にキャンプやるの好きじゃなくて、その理由が虫が多いからっていう。テントに入ってくる虫嫌う人結構いるんです。あ、確かに夏場は入ってきます。そうそうそう。はい、ということでさっきね、3万200円でちょっとあのライト買ったら2900円に超えちゃったんだけど、ありました、安いライト780円。十分ですよね、これぐらいの明るさありゃ。あ、多分さっきのはモバイルバッテリーになったり虫を殺す機能があったんですけど、これはもう単純に狩るだけ。これにしましょう。これが780円で28080。小物買えるね。サラ系が買えてない。780円。じゃあこれ入れましょう。おー、あと1個。今2886でフライパンみたいなのを見つけました。大きい方買えるかな。あ、買える。じゃあ大きい方でも大丈夫ですね。なんかこうちょっとしたもの焼けるし、メスティンあるし、一通り火は沸かせてないけど、まあ箸とかは割り箸でいいとしてよくないですか。このバッグとかもいいなってちょっと思っちゃった。このバッグいいっすね。普通にちょっと欲しい、私生活で値段が抑えられるテントがありまして、これがさっきと一緒の加工で、多分広さがちょっと狭いやつですね。ちょっと登山っぽい感じがしますね、うん、うちのテントが全部4900円らしいですよ、この辺。だからこの辺で値段をちょっと抑えてひまわりを買うのもよし。あ、でもこれよくあるあれじゃないですよ、いわゆるツーリングドームぐらいじゃない。一人寝るならまあって感じ。さすがにさっきのより横幅がないから荷物とかは置けないけど、ここにね、グランドシートを敷いて
があるんですね。でこれ無言のテントみたいに、なるほど、ポールがあるから、ポールで一応日陰になる、あれかテントでジベタリアンスタイルですね。あと向こうにクソでかい気になるテントがあったらちょっと見に行きませんか。ででん、このカミングスーンって書いてあるんでまだ製品化はされてないっぽいですけど、このクソデカテント、ちょっと中入りましょうよ。中入ってみますか。これさ、アドベンチャーバイク全然入るよね。余裕ですね。入るし、多分ここであれですよね、雨降ったらこの中でも生活できますもんね。できますね。これインナーついてますけど、インナーなくてもね、確かに側だけでいいっすね。バイク置いても広々としてる。だからここ閉められるじゃないですか。バイク置いてもやばいなこれ。これっても収納サイズ、ぼっちさんが寝てこうです、この広さですか。これちょっと多分バイカーからしたら右側どっちか片方いらないですね。で多分これぐらいの大きさ、ここぐらいまでの大きさにすればバイク入って前室も使えてちょっとコンパクトになるから、これの3分の2ぐらいの大きさだと、そうで収納サイズが小さければ最高ですね。これちょっとバイクインテント、ワークマンさんに言っておきましょうか。帰りがけに言っておきましょう。これの3分の2のやつ出してくださいっつって言っておきましょう。ストーブ付きにはちょっとなんか煙突とかつけれる。あ、確かに煙突穴もつけて、これしか、これ窓か。これは窓ですね、メッシュの窓。いや意外と楽しいですね。要はキャンプのエントリー層の、ね、枠をちょっと敷居を低くするっていう。初心者向けのね。ね、この辺とかいいですよね。さっきのあれか、青い色のやつですね。まあ、テントと、まあ、シュラフ、そのメインになるものだけかなと思ったら、他にもね、小物類などが充実していて、非常にキャンプ初心者が入門しやすい、いいんじゃないかなと思いました。ニューキュッパで揃えようと思えば最低限は揃えましたもんね。ちょっと機会があったらそれを実際に使うところやりたい。これね、3年ぐらい前から温めてたネタなんですよ。3万円でそのバイクバッグ以外揃えられるのか、これをねやっぱ初心者の人のためにやりたいなと思って、じゃあまたキャンプでぜひぜひやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。